早速食べたいと思います。いただきます。サラダはね、もうロメインレタスとトマトだけです。ドレッシングなしです。辛ラーメンとね、サバサンド切ったらね、結構ワイルドにちょっとなりましたなので挟むタイプで作る方がもしかしたらいいかもしれない。飲み物は炭酸水です。いただきます。最高。肉厚で美味しい。すごいこの下の方はシャキシャキがすごい。すごく甘みがあって美味しい。サバサンド、ちょっと今日は海苔もね入れました。ワイルド。うまい。サバがね、すごくふわっとしとって、サバがふわっとしてちょうどいい塩加減で美味しい。でもこのバシャって挟むタイプよりも普通にねトーストで焼いてそれに挟む方がおすすめかもしれない。味はめちゃくちゃ最高です。フィレオフィッシュの味がする。美味しい。炒めてもいいって言ったけん、辛ラーメンにも入れました。あんちょったけん、干し椎茸もね追加で入れました。ラーメンが伸びた。伸びたラーメンも好きだけど、わ、久々に食べるとめちゃくちゃ辛く感じる。辛いけどね、そんなに辛くなかった。きっとね、このサバサンドに辛ラーメン合うやろなと思って。メインレタスもうちょっと入れればよかったかな。
辛い。辛いけどあっさりした辛さ。最後ね、電池切れ、メモリー切れでデザートタイム取れてませんでした。とってもね、サバサンド美味しかったです。でもサバサンドはね、普通に、なんだろう、トーストを焼いてね、挟む方が個人的には美味しかったなと思いました。デザートにね、追い越すに桑の実ゼリーを入れて食べるのもね、とってもね、美味しいです。ポポちゃんもね、お利口に一人で遊んで待ってました。僕もお利口さんでしたって。楽しく見ていただけたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。今日も楽しく美味しくクッキングからのポテリンコでした。以上ポテリンコでした。バイバイ。はい、遊ぼうか。はい、遊ぼう。はい、お利口でした。はい。ポポちゃんもトマト美味しかった。キュウリとトマト美味しかった。美味しかった。バイバーイ。バイバーイ。はい。あいたいたいた。